リリンハローパラレル、リリンパラレルのリントです。イエーイ。はい、ということで今日もフィギュリンちゃんと私 R 世界のリントでお送りいたします。ということで今回ご紹介するのはこちら、リントのお宝ということでネオディケイドライバーです。はい、こちらですね、プレ版限定で発売されました、ジオに出てきた時の、ネオディケイドライバー、まあ、簡単に言うと、課金ドライバーですね。はい、こちらがようやく到着いたしましたので、そちらの方音声確認していきたいなと思います。それと今回ついてきたカードを一通り見て連動音声確認していきたいなと思います。プラス、こちら CSM のディケイドライバーですねの方とも音声確認をして、どういう違いがあるのか見ていきたいなと思います。はい、ということでまずは音声確認の前にカード見ていきましょう。はい、ディケイド、クーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、ヒビキ、カブト、デンオウ、ギバ、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ドライブ、ゴースト、ガイム。ガイムの位置おかしくない？ガイムの位置ってここじゃない？ガイム、ドライブ、ゴーストじゃない？で、エグゼイド、ビルド、ジオウ、ディケイド、クーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレード、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバ、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、ゴースト、エグゼイド、ビルド、ジオウ、そしてファイナルアタック、ファイナルフォームライドのクーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレード、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバ、ディケイドって感じですね。はい、で、このあたりはおそらく今用意してきたんですけど、この辺と多分同じですね。はい、この CSM のディケイドライバーに付属のものと、カードの、音声とかのこの認識の部分も同じっぽいですね。ちょっと出して一緒に確認してみましょう。素材感とかも、こっちが今回のやつ、これが CSM のやつ、一緒ですね。遜色ないですね。多分同じで、私、そうディケイドはなんだっけ、名前が出てこないぞ、名前が出てこなくなってしまった。ガンバライドのカードの方でディケイドはプラスチックカード持ってないんですよね。プラスチックカード持ってたのどれだったかな。ちょっと今出しますね。ちょっと待ってください。その間ね、私のあの華麗なトークでつなぎます。はい、ディケイドのカードが今どこにあるのかを探しながらですけれども、久しぶりにこの間ガンバライドのカードを出したんですよね。したらガンバライドのカードかなりいっぱいありまして、動画も出していくんですけれども、ありました。キバで確かめるといいかな。キバ仮面ライダー、キバって行くぜっていうことでね。はい、これが CSM についてきたキバ、これがそのディケイドライバー、デラックス版のディケイドライバーの時のプラスチック版のキバ、そして今回付属のキバ、バーコードの横のところに関しては同じですね。で、ここはアタックライド、ガンバライドのカードを模してるままなので、ダークネスムーンブレイクとかいろいろ書いてるんですけど、裏は結構似てるかな。まあ、でもここに星1とかここにガンバライドって入ってるのであれですけど、そういう違いがある程度ですかね。それ以外に関しては、他は特に変わってないっぽいですね。ディケイドライバー、CSM ディケイドライバーについていたカードに関しては、後々、読み込ませてみようかなと思っております。どんな音声が鳴るのかだったりね、気になるので、読み込ませてみようかなと思っております。はい、じゃあ早速見て、音声確認していきましょう。はい、一応、起動音声もね、確認しておきましょうか。こんな感じです。で、違いがあるとすればここがね、プラスチック素材、こっちはねメッキ素材になってて、ちょっとひんやりやわ、あの
柔らかいじゃない、冷たいんですよね。ひんやり柔らかいってどういうことですか。ひんやり冷たいんですよ。でちょっと重厚感があって、中があのラメ加工になってます。とあまりこう角度変えると私の顔が映ってしまうんであれなんですけど、この中がねラメ加工になってます。見にくいですね。見えるかな、電気の切り替えで。なんとなくこんな感じ。はい。でこの辺もメッキ塗装になってるっていう感じですね。メッキ塗装というか銀だね、銀の塗装になってるっていうところの違いがあるくらいで、あとはライダーズクレストが全部こちら映ってて、ライダーズクレストがグイグイと、はい、クガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレード、ヒビキ、カブト、デンオ、キバ、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、ゴースト、エグゼイト、ビルドっていう形で映っております。はい、じゃあ早速1個ずつ変身していきます。黒くなってるのがやっぱりかっこいいね。ここの部分がねすごくかっこいいなと私は感じております。なので早速ね、見ていきたいなと思います。よいしょ。はい、ではこちら仮面ライド。はい、これを試しにこっちで流すと、これたまにエラーが起きるんですよね。仮面ライド。この辺は音声変わらずですね。音声違くない？え？音声違う気がするよこれ。長くなってる気がする。ちょっとこちらで鳴らしてみましょうか。仮面ライド。あら、なんかたまにおかしいんですよね。そうですよね、こっち短いですよね。長くなってる変身音。やべえ、かっこいいじゃん。クーガですね。次アギト。おお、かっちょいいね。アギトも長くなってる気がする。仮面ライド。アギト。だよね。で終わっちゃってるよね。すげえ。仮面ライド。いや、勇気も長くなってる気がする。だよね。フィオーンフィーンだけど、こっちはフィオーンシャキーみたいな。仮面ライド。だよね、ちょっと変わってるよね。すげえすげえ。次ファイズ。仮面ライド。え？コンプリートなんて言わなかった今まで。仮面ライド。ああ、また失敗してる。ねえねえ、全然違うじゃない。次ブレイド。仮面ライド。えっって入っちゃう。ターンアップって言った。すごいすごい。
前はターンアップ言わないでしょ。仮面ライド。ほらね、全然違う。響き。仮面ライド。響き。すごい、響きも。ああ。なんで？なんでなんで？なんか、エラーが。なぜなぜ？よし。響きに嫌われている。響きに嫌われてるね、これ。電源切り切ってもう一回付け直してみよう。違うよ絶対。なんだろう、普通に入れてるだけなんだよね、ほら。仮面ライド。全然違う、全然違う、全然違うじゃん。仮面ライド。全然違うじゃん。全然違うことをね、やりたかったんだけど、ダメだわ。できないときは諦めましょう。仮面ライド。カブト。チェンジ、ビートルまで入ってる。仮面ライド。こっちはすんなりだけど。全然違うな。次電王。いやもうさっきめっちゃグだったね。仮面ライド。いいね。いや、 やっぱりなんかおかしいわ。なんかおかしいよね、やっぱりね。仮面ライド。なんかね、鳴らすコツがあるかもしれない。これなんかエラーするんだよね。多分バーコードのね、ここの読み込みが変らしい。では次、キバ。仮面ライド。キバ。キバもかっこいいですね。仮面ライド。こっちも最後が短いもんね。ピュンって。では次からが新規ですね。ダブル。仮面ライド。すごい、ちゃんとダブルだ。
サイクロン、ジョーカー、ダララ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 って感じのね。で、さあ、お前の罪を数えろって感じね。はい、では次こっちで、ダブルは？ああ、また。仮面ライド。あ、ここは同じ感じかな？ダブルは同じ感じがする。では、オーズ。タッとバってなるのかな？仮面ライド。なるのかなって鳴らしたんだよね。鳴ったんだよ。オーズ。タッとバッ。タドバタッとバッ。そうだ、開封レビューの時に鳴らしたわ。で、タッとバって鳴ってたんだよね。仮面ライド。こっちは短いよね。じゃあ次、フォーゼ。仮面ライド。青春、スイッチ、オン。フォーゼ。かっこよ。仮面ライド。この辺は同じくらい音声が入ってる感じがする。では次、ウィザード。ウィザード。仮面ライド。俺が最後の希望だ。ウィザード。ヒー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 ですね。仮面ライド。うん、短い。とても短い。では次は、ガイム。ここからは、俺のステージだ。仮面ライド。ガイム。オレンジアーム。すげえ、ちゃんと入ってる。花道、オンステージ。では、こっちでは？なんで？仮面ライド。ガイム。ああ、ジャギーンだけど終わりですね。あの汎用変身音みたいなやつだけ。仮面ライド。ひとっ走り付き合えよ。ドライブはちゃんと入ってるの？ドライブ以外汎用の変身用だったね。ドライブは入ってるんだ。仮面ライド。命燃やすぜ。ゴッ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 。かっこいいっすね。ではこちらでは、なんもならん。カブトになりました。仮面ライド。うん、アギトは多分さっき認識がちょっと違っただけで、多分ゴーストが発売される前ぐらいにあの CSM が発売されてるので、多分ドライブまでなんでしょうね、音入ってるの。仮面ライド。ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。さあこれは、まあ、これも多分個別音声入ってないでしょう。入ってたらびっくりしますよ。アタックライド。Thank you.
アタックライド、アギトですね。では次はビルド。仮面ライド。さあ、実験を始めようか。勝利の法則は決まったって感じですね。一応これも鳴らしておきましょう。ファイナルライド、ファイナルライド X ですね。では次、ジオウ。俺は王様になる。仮面ライド、かっこいいっすね。これも一応鳴らしましょう。ジオウは電王らしいですね。はい、では次、ファイナルアタックライド。ファイナルアタックライド、はい、多分この辺は同じでしょうね。ファイナルアタックライド。あ、しかもこっちは爆発音入ってない。ファイナルアタックライド系は一通り鳴らさなくてもいいでしょう。ディケイドライバーの方ね、 CSM。 ファイナルアタックライド、この後多分一緒でしょ。ちょっともう一回やろうか。うん、爆発音とか一緒だよね。爆発音前で止めちゃって大丈夫ね。ファイナルアタックライド、はい、でリュ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 ーキーですね。はい、ファイナルアタック。ここはもうほとんど音声が一緒ですね。ファイナルアタックライド、ほんとそこだけだね、変わるの。ファイナルアタックライドも変わらないし、ファイナルアタック、ファイナルアタック、こっからがファイナルアタック、初めて聞くものにはなるね。タタタタブル、これはなるのかな。響きだって。ああ、こっちではファイナルアタックライドは鳴らないです。仮面ライドはギリギリ鳴るみたい。なので、もう一応鳴らしてみましょうか。新規のカード。ファイナルアタックライド。おおおおおお。ライドカードだ。ライドって言いますね。ではフォーゼ。フォーゼ。ジェイか。ファイナルアップ。ウィザード。ああ、また。フォームライド。誰？汎用音声ですね。
はい、ではガイム。グッグッグッガイム。じゃあこっちも入れてみて。ファイナルライド。あ、そう映ってますね、間にね。オフオフスオフスオフス、間違った、手がガン。はい、ガイムですね。ドライブ。ファイナルアタック。ドライブ。ではこちらですね、あえて反射を利用するという。龍騎、龍騎。ではゴースト。ファイナルアタックライド。ゴーストいいんだけど、変身しそうだよね。ゴーストって普通に変身するからさ。ファイナルライド。スカイライダー。これはスカイライダーみたいですね。はい、あえて反射を利用していく。ファイナルアタック。エグゼイ。アギト。はい、じゃあ次はビルド。ファイナルアタックライド。ビルド。そしてクーガー。そしてジオー。ファイナルアタックライド。ファイナルライド。ブラックRX ですね。じゃあここからはもともとあるカードなので、ざっくりと。これ多分汎用だから変わんないよ。ファイナルホームライド。ファイナルホームライド。これはね、あるカードだから、あのこっちにね刺して、ファイナルホームライド鳴らしても同じ。はい、リュウキーファイズ。ファイナルフォームライド。ファイナルフォームライド。うん、変わんないね。うん、変わらないね。これは普通に撮影するだけだったらほとんど変わらないので、ざっくりいっちゃいますよ。うん、変わんないね。では最後ディケイド。じゃあ最後ディケイドだけこっちでも鳴らしてみてやっておきましょう。ファイナルフォームライド。はい、っていう形でほとんどあのファイナルフォームライド、ファイナルアタックライドとかは汎用の、ディディディケイド、ブレイドとか、カカカカブトとか、ただウィザードとかっていう感じで変わらなくて、やっぱりこっちの変身音の方が特別感ありますね。全部長くなってたりしたので、あの全然違うのでいくと響きですね。響きが全然違うので、響き同時に鳴らしたいので、ちょっと待ってくださいね。響きのカードを出します。では響き。仮面ライド。
全然違う、やっぱり。だってこっちはセビティ違いますね。こうやって結構違うので、ちょっとその違いは面白いですね。あの、で、まあ、私の場合はですけど CSM 版も今回のやつも持ってるので、両方カードがあるので同時に鳴らして遊んだりとかはできますね。はい、ということで今回はネオディケイドライバーの方のカードのね、ご紹介でございました。ひとまず次の動画ではあれですね、 CSM についてきたカードを、一通り挿してみてどんな音声が鳴るのかちょっと検証してみたいなと思います。ということで今回はこちらネオディケイドライバーのご紹介でした。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローはこの辺から、その他のおすすめ動画はこの辺からよろしくお願いします。ということでリントでした。イエーイ。